はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。ということでですね、皆様、お待たせいたしました。本日は、日本代表ディフェンダー、ゴールキーパー編をね、やっていきたいと思います。まずね、日本代表グループステージ突破おめでとうございます。ということでね、早速ディフェンダー編からやっていきましょう。まずは、吉田選手ですね。はい、吉田選手ですけども、背番号22の、ディフェンスリーダーですね。少しね、トルクメニスタン戦ではヒヤッとしたね、シーンもありましたけども、そんな吉田選手の確定スカウトがこちらになりますね。はい、サウサンプトンプラスということで書いておりますけども、こういう感じですね。まあ、2番のね、アジア・オセアニが、一番いいかなと思います。ということで、吉田選手を、イングランドリーグ、プレミアリーグを使うとこんな感じですね。はい。ということでね、ぜひ、吉田選手獲得してみてください。はい、次ですね、富安選手になります。富安選手はセンターバック登録になっており、背番号16でね、20歳にして188センチあるという大型センターバックになりますね。昨年、シントトロイデンの方へ移籍されました。ということで、そんな富安選手の、確定スカウトはこちらになりますね。はい、まずクラブの方、シントトロイデンを使った確定スカウトの方ですけども、米印の方はね、スカウトの平均を星1にする必要がありますので、ご注意ください。はい、そんなね、富安選手をベルギーリーグを使った確定スカウトはこちらになりますね。はい、こちらもですね、米印の方はスカウトの平均を星1にする必要がありますので、ご注意ください。はい、次ですね、センターバック3人目となる次は塩谷選手ですね。はい、塩谷選手ですけども、背番号18、そしてレアル戦でね、ゴールを決めた一人でもありますけども、素晴らしい活躍ぶりを見せておりました。そしてね、個人的にね、見たい選手の一人ではあるんですが、そんな塩谷選手の、確定スカウトはアルアインを使った確定スカウトはこちらですね。はい、ということでね、まあ3ついろいろありますので、ぜひね、塩谷選手獲得してみてください。はい、センターバック4人目はですね、三浦選手ですね。はい、三浦選手背番号2番で、ガンバの方ではね、スピードプラス空中戦のね、強さを武器にセンターバックで戦っております。そんな三浦選手の確定スカウトがガンバを使うとセンターバックプラスボール出し、これだけしかね、ちょっと見つけられなかったんですけども、他にもあるよって方はね、コメント欄にて教えていただきたいなと思います。次ですね、はい、牧野選手になりますね。はい、牧野選手ですけども、背番号20で闘争心とデュエルの強さをね、売りにしているセンターバックではないでしょうか。ということで、牧野選手の確定スカウトがこちらになりますね。こちらもね、一つしか見つけれることができなかったんですけども、まだあるよって方はね、コメント欄にて教えてください。はい、次ですね。はい、次、佐々木選手ですけども、背番号4の大怪我をね、乗り越えて復活されたね、選手の一人ですけども、そんなね、佐々木選手の確定スカウトが、広島プラスということで、こちらもね、一つしか見つけれなかったんですけども、まあ、ぜひね、コメント欄にて教えていただきたいなと思いますね。はい、次ですね、サイドバック編になりますけども、サイドバック、酒井宏樹選手ですね。はい、背番号19で、マルセイユでもね、堂々の活躍を見せておりますし、日本代表でもね、替えが効かない選手の一人ではないでしょうか。そんな酒井選手のデスカードはこちらですね。マルセイユプラスということで、こんな感じでありますけども、まあ、銀の選手なんでね、星を3にする必要がありますので、ご注意ください。はい、そんな酒井選手のフランスリーグ、リーグアンを使った確定スカウトはこちらになりますね。こちらもね、いろいろあるんですけども、まあ、この2つのね、どれかが一番ね、楽に取れるかなと思っておるので、書いておりますね。はい、ということで、右サイドバック2人目となる選手は、ムルヤ選手ですね。はい、ムルヤ選手ですけども、背番号3番で、クロス精度と危機管理能力にね、定評がある選手になっております。そんなね、ムルヤ選手のスカウトですが、結構ありましたね。はい、ご覧の通りありますし、まあ、FC 東京がね、若干高いということはありますけども、まあまあまあ、安定してね、ゲットできる感じかなと思っておりました。はい、右サイドバックはこの辺で終了にしたいと思います。次ですね、左サイドバックの選手になります。1人、いるんですが、長友選手ですね。はい、背番号5でね、インテルからガラタサライへ移籍されました。初戦もね、第2戦も安定のパフォーマンスを見せておりましたし、こちらもね、替えの効かないサイドバックの選手の一人だと思いますね。はい、ということで、長友選手の確定スカウトが、ガラタサライを使った、確定スカウトこちらですね。はい、まだまだあるんですけども、この3つがね、一番安定して取れるかなと思っておりますので、ぜひ獲得してみてください。そんな長友選手をトルコリーグを使ったっていうね、スカウトを確定しようと思ったんですが、オークションの方でね、トルコリーグってなかなか見なくて、そもそもあるのかなっていう疑問があったんですけども、うん。ここはね、ちょっと、おいおいトルコリーグが出たら、またね、紹介していきたいなと思っております。はい。ディフェンダーはこれで終わりにしたいと思います。そして、
GK 編ですね。はい、GK 編、まず1人目、東口選手ですね。背番号1でゴールキーパー能力を水準で備えておりますね。サッカーでね、右翼曲折があったと自称しておりますが、そんな東口選手の確定スカウトが、ガンバを使った確定スカウトになりますけども、この2つありますので、ぜひ、ゲットしてみてください。はい、次ですね。シミト・ダニエル選手ですけども、背番号23で、196センチというね、高身長と高い身体能力をね、備えた次世代のゴールキーパーだと、言われております。そんなね、シミト選手の確定スカウトはこちらですね。はい、いろいろありますね。まあ、ベガルタ仙台を取れば、確定できるのかなと思っておりますので、こちらもね、ぜひゲットしてみてください。はい、ゴールキーパーラストということで、権田選手ですね。はい、アジアカップ2戦にね、先発しておりましたし、東口選手がね、ちょっと怪我で、スタジアム観戦しておりましたけども、そういうことのね、具合では、第一ゴールキーパーにね、任命されるのも、そう遠くないのかなと思っておりました。そんなね、権田選手ですけども、残念ながらね、サガン鳥栖を獲得することができなくてですね、ご覧の通り、オークションでもね、4万2000円、入れてたのは自分なんですが、4万7000入れられてね、取られちゃったりっていうのがありましたね。サガンとですね、意外とね、ゲットできない確定スカウトの一つだと思うので、ぜひね、見かけた方はね、ぜひゲットしてみていただきたいと思います。自分としてもね、取れたらまた紹介しますので、その時はぜひよろしくお願いします。ということで、日本代表のね、確定スカウト以上で終了していきます。次のね、グループステージ第3節ウズベキスタン戦ですが、17日の木曜日22時半よりキックオフですので、ぜひご覧ください。最後に、頑張れ日本。